一回 AI に大きく触れた後、やっぱ人間の方がいいなって、ある程度の需要は戻ってくると思うんですよ。なくなるってことはないと思います。ただその、一回ガッと AI に触れた後、どれだけ生き残れるかっていう話だと思うので、言葉の置き換え、どんどんパッパと訳してほしいときは AI。できっちり場の空気も読みつつ背景も考えつつ通訳をしてほしいっていう時には逐次っていう需要が残っていくんじゃないかなっていう。そうですか。じゃあ通訳の仕事自体は完全になくなるってことはないというお考えなんですね。ないと思ってます。あとはそのさっき言ったように一回 AI に大きく触れた後、やっぱ人間の方がいいなってある程度の需要は戻ってくると思うんですよ。そういうのも考えるとなくなるってことはないと思います。ただその一回ガッと AI に触れた後、どれだけ生き残れるかっていう話だと思うんで、それはやっぱりこうもちろんその通訳の技術を維持していくっていうのも大事ですし、維持向上していくのも大事ですし、ただ通訳一本でっていうのは考えない方がいいかな、ね、私がよく言ってる今のリンギストはたくさん引き出しを持ってた方がいいよって言ってるのとなんか同じような結論になってますね、今聞いてると。そうだと思います、なんでその意味でも翻訳通訳言語に関わる AI に触れて、使えるツールを増やしておく、できることを増やしておくっていう意味でも AI に触れるのが大事かなと思ってるところです。なんか今後のなんていうのかな、その 通訳の仕事のあり方とか、考えると一部にはね機械翻訳が台頭してきてるから翻訳は危ないけど通訳は大丈夫だろうって言っている人もいるし、そうではなくて通訳も翻訳もこれからはどんどん淘汰されていくだろうって言ってる人もいるし、でまあで逆にさっきエリカさんがおっしゃられてた通り、最近翻訳なんかでもその人間翻訳の方がいいんじゃないかみたいなちょっと逆行してる動きも見られるようになってきてるので、だからそこはエリカさんがおっしゃる通りになってきてるなっていう感じがするんですよね。でやっぱりそのこう場の空気を読んで直訳したらすごい失礼になってしまうような時とか、真意を読み取ってこうこの人はこういう言葉遣いをしているけれども本当に言いたいことはこうなんだろうなみたいなことをこう汲み取ってそういう適切な表現に言い換えてあげるみたいなのはやっぱり人間の方が上手っていうか、そうですね、高度なスキルを持ってる少数は残っていくっていうのは多分どっちでも、ね、翻訳でも通訳でも言えることじゃないかなと思います。技術を磨き続けるっていうのも大事ですね。これから翻訳業界、通訳業界に入ってこようとしている人たちにもまだチャンスはあると思いますか？ですね、それは私自分の講座の生徒さんたちにはよっぽどどうしてもやりたいっていう強い気持ちがない限りは目指さない方がいいかもとは言ってます。どうなるかは今私も予想はできるけれども、それが本当に当たるかどうかなんて、時間が経ってみないと結果が出てみないと分かんないじゃないですか。まあそれはそうですね。ただ言えるのは、その大昔、通訳者はファーストクラスでシャンパン開けてたっていう時代があったと言われていて、それと比べても今それほど稼げるわけではないですよね。で、今後 AI ツールの活用が始まっていくと、その通訳のレートもそうそう上がらないというか下がっていくことの方が確率として高いって考えると、その稼ぎたくてやるならおすすめではないかなっていう感じです。ただ食えないわけではないと思うので、そこはもう本当に自分の中で折り合いをつけるというか、どうしても強い気持ちを持ってやりたいと思うのならやっていいと思いますけれども、
そうですね、50年前ほど花形と言われるような仕事ではない。まあ確かにそれはそうですよ。50年前だったら翻訳業界だって翻訳支援ツールみたいのもなかったしね、うん、だからすべてお金払ってもらってたけど、最近はリサイクルみたいなのにキャットツールというのを使ってリサイクルをして、ね、リサイクル部分は払いませんみたいになってはきていますけれども。なるほどね。でも食べていけないわけじゃないですよね。そうですね、ちゃんと勉強をして技術を磨いていけば、必要とされる仕事であることは間違いないですし、やっぱりやりがいもありますし、私は通訳の仕事が好きなので、あとはその通訳のスキルに関して言えば、コミュニケーションスキルとしてやっぱり優秀な技術ではあるので、例えばリテンションリプロダクションなんていうのは、人の話を正確に記憶する、理解して記憶するっていうスキルで、これは持っているとコミュニケーションにすごく役立つスキルなんですよね。で、英語学習の方法としても優秀ですし、なので最終的にその先に通訳っていう仕事がなかったとしても、身につけておくとすごく役立つスキルではあると思って、やってみないと分かんないな、自分がどう通訳になれるかどうか、その先にどんなキャリアがあるのかっていう、でも覚悟がないとやらない方がいいって言われちゃった、どうしようって思うぐらいだったら、勉強してみたらいいんじゃないかなっていう、やってみないと分かんないってこといっぱいありますし、ある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 、挫折する人も多いですけど、そうですか。じゃあこれからはあれですね、食べていくことはできる仕事ではあるし、コミュニケーションのスペシャリストっていう側面もあるし、だからまあそういうスキル、通訳者になるためのスキルを磨くこと自体は、すべてやはりプラスの方向に、プラスになるという部分が大きいという。そうですね、あとは社内通訳の需要ってフリーランスよりは残っていくと思うんですよ。っていうのもやっぱりそのフリーランス、外部の通訳使うって高いって思ってる会社、企業さんは多いっていうのが一つと、 AI ツールの導入に関してセキュリティの問題が大きいってなると、やっぱり社内に一人専門で通訳なり翻訳なり、外に情報が漏れないようにやってくれる人がいると安心だよねっていう需要は残っていくと思うんで、そういう意味で、通訳の仕事がゼロにはならないでしょうし、残っていくところでうまくこう立ち回っていければとは思いますね。いやー、なんかあれですね、この今後の通訳のあり方とか、通訳者を目指している人が目指すべき姿みたいなのがすごく明確になんか分かって、ちょっとすっきりしましたね。ただ本当にこれは私一個人の予測なので、大外れしたらもうその時は笑ってくださいっていう感じですね。でもね、その AI とか、エリカさんはすごい積極的に取り入れられているようですけれども、通訳者でそういうことしてる人は多いんでしょうかね？どうなんでしょうね。いや、私今、本当にオンライン完結の仕事しかしてないんで、あんまりこう、横のつながりがないんですよね。他の通訳者さんと一緒に仕事する機会が少ないんで、どういう感じなのかっていうのはわかんないんですけど、生徒さんたち、でもう通訳の仕事されてる方たちもいらっしゃいますし、割と触ってない人が多いイメージです、こういうツールがありますよ、使ってみませんかって、私はこう使ってますよって話もレッスンの中でしたりします。ちなみにリモートで通訳のお仕事されるときによく使われるのはやはり Zoom とかですか？いや、Teams が多いですね。マイクロソフト。あ、そうですか。ですか、Google Meet を使ってるクライアントもいらっしゃいます。あ、それも意外ですね。そうですね。やっぱ Teams が多いですかね。Zoom はあんま使わないんですよね。へえ、いや、Zoom って通訳設定機能のがあるから、Zoom なのかなとてっきり思ってました。基本逐次なんで、音が被ることもないですし、っていうのがありますかね。
エリカさんと話してて、今後の通訳業の歩き方みたいなのがちょっと、見えてきたような気がしますね。よかったです。いや、私はまだまだ通訳者としては、駆け出しなんで、全然こう、エリカさんみたいに結構18年ですか ?18 年もの長い間、通訳業界を見てきたということでは全然ないので、どんな感じなのかなっていうのがちょっとまだわからないところもあったので、そういう話を聞けてすごい、非常になんか収穫になりました。ありがとうございます。一応、今回、エリカさんに来ていただくっていうことで、私の翻訳塾の塾生さんからも、エリカさんの動画見ていらっしゃる方とかも結構いてですね、それで、通訳者を目指している人としてちょっと質問とかも来てるんですけれども、こちらも、答えていただいてもよろしいでしょうか。もちろんです。ありがとうございます。ですね、通訳訓練について、調べていると、山下エリカさんのサイトや動画が出てきて、いくつも拝見したことがあるので嬉しいです。通訳の自主練をするときに、どういう流れで始めていくのが効果的か伺いたいです。で、通訳の練習を一人でやってみると、芋づる式に克服すべき、課題が出てきて、結局何のことやらわからなくなってしまうことがあります。で、例えば、逐次の練習で、ポッドキャストのエピソードを使ってやってみようとするとき、まず一旦内容を聞いてから、単語などを調べた上で、再度音声を流して、短い単位で止めて訳出するのが良いのか、初見、そこから単語を調べる、さらに再度やるのがいいのかなど、合わせて短期記憶を鍛える訓練についても伺いたいです。なんか随分たくさん質問あるな。ちょっとこれ分けて聞いた方がいいですね。そうですね。はい。まず今のところまでお答えしましょうか。はい、お願いします。まだ続きあるんですけど、はい、お願いします。まず逐次通訳の練習をするときには、はい、自分のレベルに合った教材を選ぶっていうのが大事なんですよ。なので、例えば一度ざっと聞いて、本当は聞かない方がいいんですけどね、初見でやるのがやっぱり一番練習にはなるんですけど、最初から初見で難しいものをやるっていうのは現実的ではないので、なので、一度ざっと聞いて知らない単語がいっぱい出てくるようなのはレベルが合ってないと認識した方がいい。で、なのでできるだけ知らない単語が少ないものを使いましょうっていうのが一つ。で、レベルどう選ぶかっていうことなんですけど、この方がどれぐらいのレベルの方なのかがわからないので、まず入門レベルの話をすると、通訳の訓練を始める、これから始めるっていう段階なら、ちょっと驚くかもしれませんけど、高校の英語の教科書ぐらいのレベルから始めるといいんですよ。へー、こんな簡単なところからって思いますけど、教科書読んでふんふん分かったっていうのと聞いて理解ができるって全然違うっていうのがあるので、なので一番最初はそれぐらいのレベル、高校の英語の教科書にもいろんなレベルがありますけど、中ぐらい、中ぐらいのレベルを最初は選ぶといいと思います。なので、それの音声が、手に入るなら、ちょっとそれが、昔は CD でしたけど、今どうなってるかわかんない、そういうものが手に入るなら、そういうのを使った方がいいですね、まずは。逐次の練習としては、これ私のレッスンでやっている順番をご紹介すると、まず、初見で、私が一文読み上げます。で、それを、リテンション・リプロダクションしてもらいます。なので、正確に記憶して、正確に繰り返す練習をまずして、で、リプロダクションがちゃんとできた段階で、それを、すぐに訳す。っていう順番でレッスンの演習は進めていて、なのでレッスンではまずリテンションリプロダクション、短期記憶の部分ですね。これを鍛えるために一文ずつリプロダクションして訳す、リプロダクションして訳すっていうのをひたすらやっていって、で、全部終わったら、レッスンで終わったら、スクリプトと訳例と、あとは通訳のポーズ入りの音源をお渡ししてるんですね。一文区切りの音源もお渡ししているので、また復習の時にリプロダクションやっていただくこともできますし、あとはパラグラフごとに読み上げて、発言の 1.2 倍
の通訳ポーズを入れて、そこで練習ができるように、そういう音源を作っています。なので、ご自身でやられるときは、まず一文止めてリプロダクションして訳す。一文止めてリプロダクションして訳す。をやっていくといいですし、一通り終わったら、初心者ならまあ10秒から20秒聞いて止めて、で、それはもうメモを取りながら、こっちはメモを取りながら訳します。リテンションリプロダクションの時はすみません、ちょっと順番が前後しますけど、頭の中にどれだけ溜めておけるかっていうのを鍛える訓練なので、メモは数字と固有名詞以外は取らないでやるのがおすすめ。ポーズを入れて、逐次の練習をするなら10秒から20秒聞いたところで止めて、で、聞いてる間にはメモを取って、で、まとめて訳すと。で、これ最後までやる。で、同じ教材をもうスラスラ訳せるようになるまで何度でも使い倒すのが、だなと思います。っていうのは、たくさん引き出しを作りたいんですよね。すぐに手が届くところにたくさん引き出しを作りたいんで、最初のうちは英語と日本語とセットで使える表現集みたいなものを自分の中にストックしていくのが大事なんですよ。なるほど。なので本当に通訳の練習もその10秒20秒流して止めて訳すって練習ももうスラスラできるようになるまでやり続けた方が、繰り返しやり続けた方がいいですし、もう一つは最後までやったら仕上げとして内容の要約もやるといいですね。音源の長さの半分程度の長さで要約を作る。自分で読み上げてどれぐらい時間かかるかもちゃんと測って、ですると、これ、リテンション、リプロダクション、これが短期記憶の部分ですね。で、訳すっていう練習もありますし、要約っていうのは、その情報に優先順位をつけて聞く練習なんですよ。なんで、これも一緒にやると、その、かいつまんで訳して、ざっくりでいいから訳してって言われた時にどこを重点的に訳せばいいのかっていう判断がしやすくなります。要約の添削は例えばチャット GPT にやってもらうとか。そうですね、チャット GPT 要約上手ですよね。そうなんですよ。だから原文のスクリプトと自分の書いた要約と両方読み込ませてこの要約添削してくださいってやったらいい感じの添削してくれると思うんで。なので、さっき言ったように、まず自分に合ったレベルの教材を選ぶっていうのが一番大事ですね。そんなに難しいのやったら難しくて本当に先に進めないので。高校の英語の教科書中レベルぐらいから始める。なので、そういう、いろんな動画を見てこれなら使えそうっていうのを使うといいと思います。なんか自分が好きな分野とか選んじゃっていいんですかね、そういう時って。それはどんな通訳を目指すかによると思うんですよ。そうですよ。例えばもう分野が限られているならその分野に特化した練習をすればいいですし、まずはその通訳という作業に慣れたいっていうことであれば自分の好きな分野を選べばいいですし、ただ、フリーランスでオールラウンダーでやっていくつもりでいるならもう本当に分野選ばずにやるといいですし、その中で私がおすすめしているのが SDGs です。私通訳訓練を始めたのが早かったので、21の時からかな、始めたので、一番あの時の弱みっていうのが知識がないってことだったんですよ。知識と教養がないっていう。通訳者は何でも知ってなきゃいけませんっていうのを毎回のようにサイマルアカデミーで先生方に言われるんですよ。何も知らない私はっていうのに毎回打ちひしがれていて。でも本当に新聞もニュースも教養番組、ドキュメンタリー、もうあらゆる手段を使って知識を詰め込んだ20代だったんですけど、SDGs 見た時に教養セットとしてめちゃくちゃ優秀だなこれはっていう、一番最初の印象だったんですよね。とりあえず世界で問題になっていること全部詰まってますし、でそれぞれの目標が他の目標とつながってるっていうのもその読解力であるとか、その点でなくて線もしくは面で知識を
蓄えていくっていうのにすごく適してるっていうのを感じたんで、私はレッスンで SDGs を使うようになって、うーん、オールラウンダーを目指すならそこから始めると、 SDGs の勉強から始めるといいと思います、うんうん、で SDGs、そうですか、いろんな動画も出てますし、私も動画出してますけど、はいはい、私見ましたよありがとうございます。あれは国連なんかで出していた文章をそのまま読み上げただけのものが多いんで、ちょっと難しめなんですけど、うんうんうん、レッスンで実際に使ってる教材を使って練習ができる自習室っていうサービスも私サイトでやっていて、その辺も、まあ、ご検討いただけると嬉しいなっていうところですが。なるほど、ありがとうございます。私もまだ通訳者として発展途上中なので、参考にさせていただきたいなと思います。じゃああれですか、初見単語を調べる再度やるのが良いのかなどって、こういう質問もありましたけれども、これも、じゃあ一番いいのは初見からやるのが一番いいんですかね？そうですね。なので、まあ、まずその教材のレベルを決めなきゃいけない、見極めなきゃいけないので、ざっと聞いて、そんなに単語調べなくてもいけそうだなっていうのを選べるといいと思います。うん、そうするとやっぱり単語を調べるってどれぐらい調べなきゃいけないかっていうのもありますし、たくさん調べなきゃならないならたくさん聞かなきゃならないので、そうすると通訳の練習に向かないじゃないですか。ですね。うん、本当は完全初見がいいんですけど、うんうん、まあ、独学でやるのであれば一回聞いて知らない単語ほぼないなっていうレベルだったらそれを使う。でリテンションリプロダクション一文ずつ、リテンションリプロダクション短文通訳でざっと全部やった後で10秒から20秒区切りで止めて訳すっていう練習がいいと思います。なるほどね。エリカさんはそういう練習をだいたいずっと何年も続けてこられたっていうことですかね？そうですね、うん、まあこれは基本レッスンでやってる。ああ、なるほどなるほど。そうですね、まあそれをやっぱり最初のうちはたくさんやってましたし、うんうん、そもそもリテンションリプロダクションってね、一人でやるのが難しい練習ではあるんですよね。答え合わせがなかなかできないからっていう。なのでまあ通訳の教材とは別に、例えばディクテーションなんかをすると、聞いて書き出すっていう練習をすると短期記憶を鍛えるのに、うん、これもまた役立つかなと思います。いろいろありますね。ただ、訓練時代からずっと続けてるのはシャドーイング、うん、シャドーイングですね。なんかシャドーイングについては同時通訳についての質問も来てて、なんか、はい、同時通訳については個人的にシャドーイングだとほぼオリジナル音声についていけるのに、訳出するとなると出てこないのですが、まあそれが簡単にできたらみんな通訳になれるよという話ではありますが、どんな訓練を集中的にするべきかアドバイスを伺いたいですっていうのがあるんですけど。そうですね、これもまずレベルですね、うん、シャドーイングについていけるならそれは悪くはないかなと思うんですけど、うんうん、まずそうですね、同時通訳の練習をする前に逐次通訳の完成度を高めておいた方がいい。へえ、ね、まずね、まあ、これはどこの通訳学校もそうですけど、うんうん、その逐次通訳が完成してからじゃないと同時通訳の練習ってさせてくれないので、うん、っていうのはやっぱり訳すっていう作業自体に慣れていないといけない。それもスピーディーに訳すっていうのを、うん、声をかぶせてじゃない状態でできていないと、声をかぶせたらもっとできないっていう、確かに確かにもありますし、あと反応速度もその逐次通訳の段階で高めておかないと瞬発力の問題になるので、これもどういうレベルの方がやるのかっていうことですけど、例えばですね、スクリプトを翻訳してベタ訳って通訳業界で呼ぶんですけど、ベタ訳を作って全部訳しちゃって、これを音源に合わせて読み上げるところからいきなり自分で訳そうとしないで、タイミングを合わせて、これボイスオーバーって言われてる手法ですけど、うんうん、タイミングを合わせて読み上げていく。結構それだけでも大変なんですよ、同時通訳って。うん、ながらタイミング合わせながら
あのスピーカーの速度に合わせて読み上げていくって、これはこれで結構な技術なんですよね。大変ですよね。でこれができないとまず自分で訳していくっていうところに進めないわけですよ。なのでまずそのタイミング合わせて読み上げていくっていうのをあのスタートにするといいと思いますね。それに慣れてきたら、まず慣れた音源でシャドーイングなんかで内容分かってる音源を使って、自分で訳しながら、聞きながら訳していく練習をするといいと思います。あとはあのサイトトランスレーション、はいはい、やっぱりその頭から訳す練習、はいはい、これも並行してやっていくといいですね。まずはその頭から訳す、あとはタイミングを合わせて同時にこう訳をかぶせていくっていうのに慣れないことには、その先の技術は身につかないので、いきなり一足飛びに頭から訳そうってしないで、その前段階を踏まれるといいと思います。いやー大変勉強になりました。なんか私最初通訳始めた時って、なんかみんなものすごい早くメモ取るんだろうなと思ってたんですよ、うんうん、でもなんか通訳者さんが取ってるメモ見たら、結構なんか読めなかったりとか、そんなに綺麗に取ってない人も結構いますよね。そうですね、自分が読めればいいんで基本、うんうん、なのでノートテイキングじゃなくて、要するにこう頭 のなんかあくまでも補助みたいな位置づけになるんですかね、メモっていうのは。あ、おっしゃる通りです。そうです、あの通訳のメモって記憶の補助なんですよ。だから聞いたことを書き殴っていたら後になって読めないっていうことになるので、うんうんうん、聞いて理解して記憶したことを忘れないために書き留めておくっていうのが通訳のメモなので、うんうん、自分にだけ読めればいい。うーん、読んだと見た時に、なんて言うんですかね、昔話のパンくず落とすみたいな、こういうのを取ってきましたよ、見ればどこを通ってきたか分かるぐらいのものでいい。なので通訳者の記憶っていうのは基本はリテンションなので、こっちをまず鍛えてから、なのでリテンションをしっかり鍛えていればいるほど、メモって少なくて済むので、そうするとメモの方にこう気を取られずに聞くことに集中できる、うん、っていう好循環が生まれるので、私はそれを目指してレッスンをやってます。なるほど。いや私メモ取っても後で自分のメモ読んで分かんないことあるんですよまだ。だからあんまりこう書くことじゃなくて、やっぱり頭の中に残していくことにね集中した方がいいんだなっていうのは、通訳を始めてようやく分かりましたけど、結構勘違いしてたところがありますね。いやーなんか今日は非常になんかためになるお話を聞かせていただいて、本当にありがとうございます。エリカさん、こちらこそお招きいただいてありがとうございます。いやーなんかあのエリカさんと去年お会いして、またあのこうやってお話できて嬉しいです。なんかエリカさんのあのその通訳のに対するお仕事の姿勢であったりとか、今後の通訳業界のビジョンであったりとか、あとその AI とか機械翻訳、そういう技術との付き合い方とか、そういったこともいろいろお聞きできて、非常に充実した私は時間になりました。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。また何かひょっとしたらお話伺いたいと思うことがあるかもしれませんので、またよかったら遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。私も楽しかったです。ありがとうございます。そしてまた今度札幌に帰った時にはぜひお会いできたらと思います。はい、楽しみにしています。ありがとうございます。今日はいろいろなお話聞かせていただいて、どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。